はい。皆様、こんにちは。お久しぶりです。お元気でしたかえー、久々なんですけども、今日は、えー、また新しいですね、言い回しを覚えていきたいと思います。今回は、えっ、ー、とねー、というのは、ポルトガル語、または英語で何というのという感じですね。How do you say I mean in Portuguese? という感じですね。 はい。では始めていきます。はい。で、この言い方ですね。これって、ポルトガル語、または英語で何というのはい、この言い方なんですけど、これはポルトガル語で、この字ですと、インポルトゲース・オイングレイスという感じですね。この、 あのバーのところは、O を使ってくださいね。もう一度どうぞ。Como esto Portuguese or se jesus In Inglês そうですこれを英語で言うと、How do you say this in Portuguese? となりますよね。もう一度どうぞ。How do you say this in Portuguese?This が isto ですよね。 で今回、第5回目になりますけども、えーとねー、これの言い方ですよね。はい。日本語はね、結構、えーとね、ってこう、一語でね、あの、片付いちゃうんですけども、ポルトガル語と英語だとちょっとね、ちょっと長くなったりするんですよね。まあ、いろいろな場面があるので、えっ、ー、と、なんか、えー、今日っていうか、来週一緒に映画行こうかとかって言われて、 えっと、スケジュールどうなってたっけななんていうようなときね。えー、っとね、というようなときは、英語だと、Let me see とか、e s p e r a i とか、ポルトガル語の場合ね、そういうふうにちょっとあの長くなるんですよ。それを見ていきたいと思います。いいですかえー、っとね、 こういうことなんですよとかっていうね、なんかこう説明していてちょっとわかりにくいかななんていう時にこういう言い方しますよね。えっ、ー、とね、こういうことなんですよっていう場合は、I mean って言ってもいいし、I'll tell you what というふうに言ってもいいですよね。で、このあの let me see というのは、うんとちょっと考える時間がみたいな時によく使いますよね。 それから、それでねとかっていうときの、ええとねのニュアンスで、それでねっていうようなときの言い方は、look とかね。結構これよく使うんですよ。では、英語で言ってみましょう。I mean という感じね。えー、ちょっとね、なんか間違えちゃったようなときに、これ便利なんですよね。えー、っと、来月は、 えー、4月ですよねなんていうときに間違えて5月って言っちゃったような場合ね。I mean May というふうに言えばいいですよね。はいえー、the next, next month is April という代わりに、あの来週うんと5月という代わりに April って言っちゃったとしますよね。で、言った後、uh, The next month is April. って間違えて、I mean, May というふうにこう言い換えることができます。そういう時にね、えー、っとねっていうニューアンスで、I mean よく使いますよね。それからね、来週のスケジュール、この日大丈夫かなって言った場合に、えー、っとね、ちょっと考えさせてみたいなときは、Let me see。Let me see。これ使いますね。 それから説明がちょっと複雑になってて分かりにくいかなーっていうような時に、ちょっと説明するねみたいな時に。えっ、ー、とね、I'll tell you what というふうに言えばいいです。それから、で、こう、これを見せて説明するような場合、look。えっとね、こんな感じなのよみたいにね。はい。じゃあ、これちょっと一個ずつリピートお願いしますね。I mean, Let me see. I'll tell you what. Look. という感じですよね。だからえー、えー、とね、なのになんでこんな色々あるのって感じですけども、やっぱりその状況に応じてね、色々変わってくるんですよね。じゃあ、ポルトガル語だとどうなるかというと、えっ、ー、とね、こういうことなんですよ。はい。ケルジゼル。またはケルジゼル。 どっちでも OK です。えー、一緒にどうぞ。Quero dizer。Quero dizer。Quero dizer。こっちの方がよく使うかな。この I mean という意味ですよね。prosimo mês è maio。と言っちゃってから、あ、quer d i z r というふうなね、えー言い、言い換えをする場合に、ケ またはケロジゼルどっちでも大きいです。それから、えっ、ー、と来、来月の,あのピクニックのことなんだけど、その日大丈夫かなみたいな時に。でしメめェル。一緒にどうぞ。でしメめェル。Let me see。スケジュールちょっと調べるね。みたいな感じですね。で、ヴェルはね、見るなんだけども、この Let me see の C ですよね。 でもっとね、具体的に言うことができます。えっ、ー、とね、ちょっと考えさせて。でしめペンサー。ペンサーは考える。ヴェルの代わりにね、シしメペンサー。ちょっと考えさせて。あと、ちょっと説明させて、そこのところ、という場合、エスプリカールを使います。でしめエスプリカール。でしめエスプリカール。 このエスプリカールというね、説明するというこの動詞は、X でつづられるんですけども、X のところは、スの読み方です。差し出せそうのスの読み方で、エスプリカールというふうに使います。いいですね。じゃもう一度どうぞ、デシメエスプリカール。シメエスプリカール。えっ、ー、とね、説明ちょっとさせてもらっていいですかみたいなとき使いますね。 それからもう一つはですね、えー、っとね、それは違うんだよ。えっとねっという時に、エスペライ、エスペライって感じですね。ちょっと待ってみたいな感じで、エスペラ i 実際にこのエスペライっていうのはね、待って、ちょっと待ってっていう意味なんですよ。でもね、えー、っとねという意味でも使うことができます。で、I'll tell you what. ウォッチぼちこんたるまっこいず。一緒にどうぞ。ウォッぼちこんたるまっこイズはい。これでバッチリですね。えっ、ー、とね、ちょっとこれ、あの、私が言うからさ、ちょっと聞いてよ、みたいな感じで使います。それからね、もう一つ、ルックというのがありましたよね。 実はね、あなた誤解してんだわ、つって、これをちょっと見てよ、みたいな時に、オーリア使います。パラファララ・ヴィルダージ。パラファララ・ヴィルダージ。これはね、英語で言うと、to tell you the truth、というふうに言います。to tell you the truth。truth というのが v e r d a ージですよね。本当のこと。本当のこと言うとね、 という感じで使います。ということで、えー、とね、の言い方、いろいろありますよね。もう一回だけ、リピートしましょう。I mean。let me see。I'll tell you what. look。あと、つく、あの、使い、あの、付け出してもいいですよね。パラファララベルダージ。to tell you the truth。 最後 th なので truth という風にね、舌を歯の先っちょに出して、歯でちょっと噛むぐらいに噛まなくていいですけど、噛み切らないでくださいよ。必ず出すんですよ。舌をね、出さないと、という音にならないのでね。はい。ちっちゃいよ、The Truth という感じ。はい。じゃあ今度、ポルトガル語です。ケロジゼル。 というふうにこの点々のところにあの説明する文章が入ってきます。いいですね。その言い方をまた次のスライドでやるのでね、この点々が分かりませんとなると思うので、これも説明しますで。もう一つの言い方は、デシメヴェル。そうです。デシメペンサル。ちょっと考えさせて。デシメスプリカル。 ちょっと説明させてください。そういう感じですよね。あともう一つはエスペライ、あなたちょっと誤解してるから、ちょっとちょっとちょっと待って、今説明するから。あ、ね、なたちょっ t e contar uma coisa v o ちょっ o 待 t て、ち u っと待って、今説明す l t e あなたち u っと待って、今説明するから。あ o たちょっと待って、今説明す olha para falar a verdade パラファラーラヴルダーチ。なんとかかんとかなんですよ。というふうにね、ここ、付け足します。いいですね。ち y o ゃうような r u ー h ですよね。これね。はい。では、今まで出てきたこの点々点のところに入るものを、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、えー、こんな感じになります。v b o s s セールの使い方になります。いいですね。 でそれはあのポルトガル語と英語でちょっと違うので、その違いを、ね、見ていきたいと思います。B e 動詞はポルトガル語では2種類あります。There are two types of verb to be in Portuguese.One and two. 一番目はですね、Verb to be 何々です、何々であるという動詞なので、Verbo ser になります。で、二番目はですね、 Verb ブ o be なんだけれども、ウェルボエスタールを使うんですよね。いいですかちょっと文法的になりますので。はい、このウェルボエスタールはですね、えー、と体の状態であったりとか、健康の状態であったりとかねあの、過ぎ去っていく、変わっていってしまう、いろいろなそういう状況を説明するときは、エスタールを使います。いいですね。 だから、えー、この、あの、ウェルボセールというのは、英語だと全部使えちゃうんだけれども、えー、ポルトガルは全部は使えないです、ベェルボセールは。ベェルボイスタールになったり、セールになったりします。その違いをね、ちょっと見ていきたいと思います。で、あとでね、えっ、ー、とねーというのを入れた、そういう例文を入れていくので、ちょっとお待ちくださいね。 まず、r ルボセールとエスターの例文を見ていきましょう。あなたは中国人というふうによく聞かれるんですよね。皆さん、外国行ったことありますか、はい、西洋に行くと、もう外国の方はね私たちがもう中国人か韓国人かあの日本人か、あとフィリピン人、マレーシア人、インドネシア人、全部一緒ですから、まあ、アジア系の顔はみんな一緒なんですよ。 で、えー、あなた中国人ってよく聞かれるんですよね。私もポルトガルにね、あの1年半ぐらい、2年近く住んでたことあるんですけど、まあ、これしょっちゅう聞かれましたね。で、最初のうちはね、いいえ違います、日本人ですって言ってたんだけど、もうだんだんめんどくさくなって、まあね <laughs> まあねって感じで答えてましたけど、あなた中国人いいえ、えっ、ー、とね、私日本人なの。 Are you Chinese? No. I mean, I'm Japanese. えっとね、出てきました、ここに。I mean, えっとね。こんな感じ。で、これをポルトガル語にすると、「Você <noise> chines? <声>、no.」。な、quero dizer、「Sou japonês」。いいですか?「Sou japonês」。この「Chines」とか「Japonês」って何かってことなんですけど、これはね、 えー、ポルトガル語はですね、女性名詞と男性名詞があって、いいですか英語はないですよね。男性名詞、女性名詞、ないんですけど。でもね、あの結構船、船ってありますよね。ship って英語で言うんだけども、あの船を、ね、示すときに C って言ったりしますよね。女性名詞なのかしらね。定冠詞はザって同じなんですけどね。まあ、えー、ということで。 わせ、シネーザって言われたら、あなた、女性の中国人というふうに聞,こえ聞かれます。いいですかあなた、中国人女性なお、no. いえ、ケルジゼル。えっとね、ケルジゼル。えっとね、そう、ジャポネーザ。私日本人女性なの。という感じで答えればいいです。男性だったらね、これ変えないで、ジャポニーズ。えー、男性だったら、ここもシネースというふうになるんですけどね。 はい。で、これ、ウェルボセールを使ったんですけど、ウェルボセールのね、あの、その活用が、母性の場合は A になって、エオの場合はそうになるんですけどね。はい。これも後でゆっくり見ていくのでね、ご安心ください。では、ウェルボエスタールを使った場合のヴェルボ、ヴェルビーはどうなるかっていうと、あなた疲れてるのい,いえ、えっ、ー、とね、眠いだけ。 ちょっとこう言い訳っぽいえっとねというときは I mean よく使いますね英語でもね Are you tired? No, I mean I'm a bit sleepy ちょっと眠いだけって感じですよねはいということでこれをあのポルトガル語にするとですね英語はね Are you Chinese? Are you tired? って同じ動詞を使うんだけど ポルトガル語は違うんですよ。こういう体の状態。あの生まれた時からあの死ぬまで疲れてるわけじゃないですよね。元気な時もあるし、あのまあ、ちょっとだるい時もあったりもするんですけども、あのそういうふうにこう、一定にこうずっと反影響的にあのそういうものが続く場合じゃない場合は、エスタールの語を使います。 ここでね、é「Você cansado って使っちゃうとなんかをものすごい変な感じになっちゃうので、e「Estar を使ってくださいね。Está「Você cansado está ここも出てきました。あなた疲れてるっていうのに、女性の場合、está cans「cansada あになりますよ。な o para falar l a verdade、estou um p o c o c o n sono。Para falar l a verdade、 出てきました、ね、えっ、ー、とね、本当のことを言うとね、ストンポクコンソン。ちょっと眠、ね、たいのよ。そんな感じですね。じゃあ繰り返してみましょう。Are you Chinese?No, I mean, I'm Japanese. はい、ポルトガル語。Você chinês? または、Você chinesa? なお、ケ u e r o dizer、sou どうぞ。なお、ケ u e r o、no, dizer、sou なお、q u ジ r o d i z、so no, so、はい、ということです。ここで皆さん、「イス、ボセイシネイザ。わかりますこれね、あの、ポルトガルに住んでた時、すごい嫌だったのは、これって死ねって聞く。 聞こえません。のせしねえぞっていうふうに聞かれると、お前し死ねえみたいな、死んじまえみたいな意味に聞こえたりするので、もう私は慌てて慌てて、いえいえ日本人です、日本人ですっていうふうに一生懸命ね、あの訂正して回ってたんですけどね、もう疲れちゃって、まあまあね、まあ、うんうん、そんなもんですみたいな感じで答えてました。はい。で次、Verb to be。 Verbo estar de ir a vazpares, né? Anotas, carte não. E, isso, né? Nem muita aqui. Tudo nem muita aqui. Are you tired? Hi, are you tired? No, I mean, I'm a bit sleepy. No, I mean, I'm a bit sleepy. Você está cansado? Você está cansada? Não. Não.

あなた、ごせいの時はエスターになってて、自分の時はエストになってますよね。はい。じゃこれをね、6人称で全部見てみましょう。まず、ベルボセールからいきますね。で、ベルボセールはどういう時に使うのかって言ったら、自分の名前を言うときとか、国籍ね、日本人だとか、ブラジル人とか、アメリカ人とか、職業、はい、学生ですとかね、 はい、私はパン屋ですとか、私はあの、まあ、整備士ですとか、いろいろありますよね、いろんな職業。それから性格ですね。あの,あの人は運行だとかね、あの人はちょっとあの短期だとかね、いろいろな性格ありますよねあの。プーチンさんみたいなすごい短気な性格、ああいうのも困るんですけどね。そういう場合は、ウェルボ「セール」を使ってください。 ですかこれを、ね、英語で言うと、to express name, nationality, occupation, character, and so on. Use v e r b l s e r ということなんですよ。いいですね。では現在形で見てみましょう。はい。私は日本人です。君は日本人です。彼は日本人です。彼女は日本人です。ですあなたは日本人です。 私たちは日本人です。あなたたちは日本人です。お前たちは日本人です。彼らは日本人です。彼女たちは日本人です。あなた方は日本人です。はい。という時に日本語は全部ですなんですけど、1個で済みます。便利ですよね。それがポルトガル語は6人称あるので、6種類ありますよ。エをそ j a p ポ n e s トとエー j a p ポ n e s e えりえ j a p a n e s Ela é japonês. Você é japonês. Nós somos japoneses. Aí,ここからね, é,複数形になりますので, japonês, Aí né, é ,あの, japonêsが, accento que o outro é, zesuになりますね. Né? Vocês japoneses. Eles são japoneses. Elas são japoneses. Vocês são japoneses. あ、ah, ここのエラスはね、あの女性名詞なのに、ね、エラスサウジャポニーザここがアになります。ですね。女性はとにかくアなんですよ。はい。では皆さんでどうぞ。エウソウジャポニーズ。トゥエースジャポニーズ。エイリエジャポニーズ。エラエジャポニーザ。ザですね。 さっきさって言わなかったですね、私ね。女性名詞だからジャポネーザーになります。アクセント記号は取れて、あがここにつきます。ボセイジャポネーザ。ボソイジャポネーゼ。ボソイジャポネーゼ。エレサウジャポネーゼ。エラサウジャポネーザ。スボセイサウジャポネーゼ。 もしあなた方全員が女性だったら、「わせいさんジャポネーザス」になります。よろしいですかということで、何々ですという時ね、彼女たちは日本人ですっていうのに、「エラさんジャポネーザス」じゃなくて、「エラスソウジャポネーズ」って言ったら間違ってます。変な感じになっちゃうので、 エラサン・ジャポネーザスって、ね、全部きちっと言ってくださいね。まあ間違って言ってもいいんだけど、まあ外国人だから許してくれ,くれちゃうんだけど、でも実際はものすごい変な感じになっちゃいますね。文法って間違えるとね、やっぱり、ね、おかしいんですよね。ちっちゃい子がね、ものすごいいっぱい間違えるんですけど、それをご愛嬌ですごい可愛いんですけど、いい大人が そういう間違いを犯すと、まあ、外国人だと許されますけどねあの、やっぱりきちっとしゃべれた方がいいですよね。ということで、だから文法というこういうルールがあるということですね。じゃあこれね、過去形でもよく使いますよね。あのまあ国籍はあんまり変わらないと思うんですけども、あのちっちゃい時にあに日本で生まれて、二十歳になって、 あのブラジル人にあの二重国籍だったところをブラジル人に1本に絞ったりとかするのであの最初日本,人あの日本人だったんだけど今は違いますみたいな時に絵、ね、をエ,エーラジャポニーズ僕実は日本人だったんだよね二十歳になってからブラジル人になっちゃったんだけどさみたいな時に使いますはいということであのこの認証でエーラー エラス、エラ、エラムス、エレイス、あ、ここ間違ってるわ。エランですね。はい、これ字幕で今度、訂正の字幕入れておきますので、エランになります。いいですね。すみません、間違っちゃって。じゃあ皆さん、えー、一緒に読んでいきましょう。Eu era japonês。Tu eras japonês。エリエラ japonês. Ela era japonesa. Você era japonês, de moishi, moishi, você era japonesa. nós éramos japoneses. Vós ereis japoneses. Eles, como machigam, eram ジャポネーゼスエーランはね、あのこのエーラってありますよね。三人称のエラに M をくっつけて、エーランになります。今度字幕くっつけますのでね。すみません、これ間違ってます。Eles eram japoneses。Ellas eram japonesas。Vocês eram japoneses。 またはジャポニーザス。はい。ということで、ここ間違ってます。はい。じゃあ、今度はね、エスターで見ていきたいと思います。はい。スターはバッチリ合ってますね。過去形。はい。で、スターはどういうときに使う B 同士かっていうと、感情とか状態、天候を表す表現には、動詞、ウェルボエスターを使います。 ベルボセールは使わない。赤く書いてあります。使わないでくださいよ。間違いですかですので、このようになります。エストコンテンチ。私は嬉しいです。前回はエストザガードというふうに習いましたよね。僕怒ってます。私怒ってます。あんまり怒ってばかりいてもね、 人生楽しくないので、今度嬉しいにしました。エストーコンテンチ。はい。このコンテンチはね、おでもなくてあでもないので、これは両方に使います。女性もコンテンチ、男性もコンテンチ。よかったですよね。時たまね、こういうあの中性名詞みたいなのもポルトガルがあるのでね。嬉しいです。ストーコンテンチ。そこにそうコンテンチっていうとね、 おかしいことになっちゃうので、えー、頭おかしいんじゃないのってことになっちゃうので、エストコンテンツを使ってください。こういう感情とか、状態、体の状態。あの、疲れてますとかね。そういうような時もそうですよ。エスタール使ってください、ね。あと、天候。今日はいい天気ですとか、今日は悪い天気ですとか、曇ってますとかね。台風ですとかね。 はい、で、これを英語で言うと、I'm pleased. I'm pleased. I'm delighted. I'm happy. これ使っても OK ですよ。では、ポルトガル語で、私は今喜んでます。全部の認証で言ってますね。Eu estou contente。Tu estás contente。Ele está contente。Ela está contente。コンテンチエ

意味は私たちは嬉しいです。お前たちは嬉しいです。彼らは嬉しいです。彼女たちは嬉しいです。あなたたちは嬉しいです。はい。じゃあ、これの加工形はどうなるかって言ったら、不完全格好を使いますね。えー、前回の No slide demo, verbo estar, verbo ser, no Eu estava contente. Eu estava contente. Tu contente. Ele estava contente. Ela estava contente. Você estava contente. はい。意味は、私は嬉しかったです。君は嬉しかったです。彼は嬉しかったです。彼女は嬉しかったです。あなたは嬉しかったです。はい。じゃ、この複数形いきます。複数形なので、コンテンツがコンテンツになりますね。コンテンツ。はい。いきます。一緒にどうぞ。なおスタバモスコンテンツ。ぼうスタベいスコンテンツ。 エレス・スタウン・コンテンチス。エレス・スタウン・コンテンチス。ウォー・セイス・スタウン・コンテンチス。イミワ、ウォタシタか。ワウィリシカタデス。ウォマイタチワウィリシカタデス。カレラワウィリシカタデス。カノジオタチワウィリシカタデス。アナタタチワウィリシカタデス。トイはい。 ちょっと文法的でね、もうちょっと疲れちゃったかもしれないんですけど、これを文章の中でどうやって使ったらいいのかというのをちょっと見ていきたいと思います。例文、e m p l e s e x ク m p l e s あなた、ブラジル人 Are you Brazilian? どうせブラジレルえっとね、違うんですよ。スペイン人なんです。No I mean I Spanish I I'm No, I mean, I'm Spanish. あまりズバッと違いますって言うとね、あのちょっとあのかわいそうですよねあの悪。悪気はなかったわけですからね。そういう時、I mean を入れると柔らかくなります。えっとね、違うんですよ。私ね、ス,パスペイン人なんですよ。 まあ、ラテン系だとちょっとね、間違えそうになりますよね、まあ。大きな声でワハハハなんて笑ってたりすると、あれは絶対ブラジル人だよ。実はスペイン人だったみたいな。スペイン人も大きな声で、ね、笑いますもんね。えー、っと、これをポルトガル語で言うとこうなります。ねえ、パラファララヴェルダンチ、本当のことを言うとね、えー、っとね、ソースパニョウ。もしこれ女性だったら、ソースパニョーラというふうになるんです。 Não, para falar a verdade, sou espanhol. no não para falar a verdade, sou espanhola. Não, para falar a verdade, sou espanhola. E aí, 彼女は学生です。はい。このなんで8年なのかっていうと、すごい年を取ってるのに、あの先生の席にはいなくて、生徒の席に座ってるみたいなね。あの外国では普通なんですけどね、おばあちゃんが大学生であの、20代の子たちと混ざって勉強してたりとか、普通に当たり前なんだけど、日本だとね、えっ でなっなちゃいますよね私も実はね、大学生っていうか大学院生になったんですよね。娘が幼稚園に入ったとき、ブラジルのあの、なんていうのか、アマゾンがものすごい勢いで切られて、あの暗殺が行われていたりして、どうなってんだろうと思って、ちょっと輪郭をね、えー、熱帯輪の輪郭を勉強したんですけど、その時にね、やっぱりみんな20代の 二十じゃないまだ10代ですよ。18、19ぐらいの子たちと一緒にね。いや、あ、もう20代ですね。大学院だから。そういう人たちとずっと混じってね、勉強しましたよ。変な噂がいるわって思われたんだけれども、まあいいじゃないですか。えっ、ー、とね、彼女は学生なんですよ。すごい年みたいなんですけど。No, to tell you the truth, she's a student. 一緒にどうぞ。No, to tell you the truth, She's a student. Aí, qual é o português de eu? Para falar a verdade, qual é o ego do isso? No, to tell you the truth. Verdade é a truth. Para falar a verdade, ela é estudante. Para falar a verdade, ela é estudante. Então, né, em um lugar, há um tempo, えー、昔はね、修士課程と博士課程って言ったんですけども、今はね、えー、大学院の前期課程と後期課程って言うんですけどね、前期課程が2年で、後期課程が3年なので、5年ですよね。だから5年、5年ぼーっとあの過ごしてたとしても、一緒なんですよ。5年必死になっててて勉強して論文書いて 学会発表して、海外の外学会行ったりとか、まあ、あっという間でしたけどね、5年、あっという間に経っちゃいましたけど、でもやっぱりね、自分が勉強したかったことだったので、すごい面白かったですね。まあ、そんな感じでね、あの、あっという間ですので、皆さんもね、あの、悶々としている方で、もし、あ大学院行ってみたいっていう方がいらしたら、60代でも、 70代でも大丈夫ですからね。ガンガンいっちゃってください。勉強してくださいね。あっという間に終わりますよ。5年なんて。ファラファラーラベルダンチ。エレストダンチ。はい。では、もう一つ。3番目。これもね、あの、感情を表してますよね。で、この場合は、あのえっとね、は入ってないんですけど、あの、感情を表してるので、ェルボエスターの使い方が入っています。 私たちは悲しんでいます。We are sad.We are sad.Nos estamos tristes.Nos estamos tristes. いいですかということで、trist というのは悲しいという意味です。で Nos なので複数形なので S がくっついて tristis になってますね。Nos estamos tristes. なんでな悲しんでるんですかなんで悲しんでるのですか ?Why are you sad?Why are you sad?Porque vocês estão tristes?Porque vocês estão tristes? このようにね、Why というふうになぜという場合は、Porque がこれくっついてないですね。いいですね。えー、ということで、話して Porque 言うときは一緒。Por、qué? なぜ Por け vocês estão というふうに聞きます。これ答え方ですね。えっ、ー、とね、ウクライナのことで、今ものすごい人殺しが行われてますよね。ロシア軍によるね。ロシア国内でそれに戦争反対している。 善良なロシア人たちがみんなロ屋ヤにぶち込まれてますよね。恐ろしいことですよ。えー、っとね、We mean, we are worried about Ukraine.We mean, えっとね、We are worried about Ukraine. というふうに言うんですよね。Worried。これは、あの、心配している、すごい気になっているというときに使いますよね。 Eh, Portugal quer dizer, estamos preocupados com a Ucrânia. Então, quer dizer, estamos preocupados com a Ucrânia. Ucrânia, então, é a Ucrânia, assim, de, ano, né? Ucrânia, então, é a Ucrânia, então, é a Ucrânia, então, é a Ucrânia, quer dizer, estamos preocupados com. É possível, é? preocupados com a Ucrânia. Preocupados com a Ucrânia, com a Ucrânia, com a Ucrânia. Isso é novo. Com a Ucrânia, com a Ucrânia, com a, com a Ucrânia, né? Muito cai Quer dizer, estamos preocupados com a Ucrânia. E o que demais está? 本当心配ですよね、ウクライナに。もう300万人以上があの難民となってますが、50%が子供ですよ。みんなお父さんたちが国守るために残ってますよね。だからみんなパパに会いたいって言って泣いてますよね、子供たちが。はい。じゃあ。 もう一つのえっ、ー、とね、の言い回しを見てみましょう。今週末一緒に映画行けるえっ、ー、とねー、予定見てみるね。ああ、残念、行けないわ。来週にしてよ。はい。これを全部英語とポルトガル語で言ってみましょう。はい。今週末一緒に映画行ける ?Let's go to the movie this weekend.Let's go to the movie this weekend. えっとね、 Let me see.Let me s e e 予定見てみるね。I'll check my schedule.I'll check my schedule.Ah, 残念。いけないわ。Oh, no, I can't.Oh, no, I c a n t 来週にしてよ h o w about the next week?How about the next w e e k はい、こ k o r o portogalgo de ダッパライるおシネマジョントスのフィンでしたセマン。だっぷらいる、いける、だっぱらって言うとはね、なにできるという時に使います。いルはね、ぜんこれ、あの、不定形で使えば、どんな言い方でもね、なにできるとできますよ。あなた、食べられる、運転できる、えー、飲める、えー、話せる、読める、 いうふうにね、何々できるって使うとき、ダッパーラを使っちゃえば、そのまま、あと動詞はね、活用しないでそのままの辞書形というか、不定形を使っちゃえば、OK。どこに青シネーマ、映画に、ジュントス、一緒に。の、いつフィン・デスタ・セマーナ。フィンはね、末という意味なので、エスタ・セマーナはこの週。の、 週末, fin semana, 週末、のフィン desta semana、こんしゅうまつ、いっに、あおしねま、えがえ、だプライ ir、いけるこんしゅうまつ、いっに、えがに、いけるこん末一緒まつ、いっに、えがに、イけるだプ r イ ir あおしねま、じゅんと、のフィン desta semana? えがいける映画に行、行けるの、に、は、青です。はい。 日本語ではね、これ省いちゃっても大丈夫なんだけど。今週末一緒に映画行ける。映画に行ける。ポルトガル語では省いたらダメです。青を使います。英語も省いたらダメです。let's go。let's go the movie じゃないですよね。let's go to the movie。これ入れてください。はい、ということで。えー、っとね。let me see。でしめ。

いいですかあー残念いけないわ。あーきペナ。なな。みなさんでどうぞ。あーきペナ。あー残念。なんだな。いけないわ。はい。このだからというのの否定形。なんだ。でもう一回、なをつけて。強調。うん、無理無理無理。なんだな。なんだな。なんだ ここれれ覚えておくと便利ですよよねにし,てよし para semana 一緒にどうぞした a いいですねはい。で、でしゃっていうのはあの何々にするという意味ですよね。でシャー otra semana それが活,活用されてあなたに。 その来週にしてほしいんだわっていう時にデイシャ使います。現在形の三人称です。いつにのにはパーラ。おったらセマナ。おったらセマナが来週。ということになります。いいですかじゃあ一緒にもう一度どうぞ。Let's go to the movie this weekend.Let me see. I'll check my schedule. Oh no, I can't. How about the next week? Dá para ir ao cinema juntos no fim desta semana? Deixe-me ver. Vou ver na minha agenda. Ah, que pena, não dá não. Deixa para outra semana. Ai, teu cotodê. quando no vídeo Previous é... videos. Vigius anterioris.1,2,3,4,4 回出てますよね。こういうとき、ポルトガル語、英語で何というのというシリーズ。はい、一番はですね、確か、えっ、ー、と、なんだっけ。え気にあ、似ているっていうような言い回しでしたね。お父さんに似てるとかね。はい。で、2番目が、えー、scared、怖いという言い方。 いますですよね、怖いっていうのは何て言ったらいいんですかそれから3番目はですね、気に入ったはポルトガル語で何て言うので4回目がですね、怒っているは何というのポルトガル語英語で angry。英語でも出てます angry, liked, scared, look like っていう感じですよね。それからポルトガル語をゼロから学ぶ方のために この次の YouTube レッスンがあります。ということで、If you are interested in learning basic Portuguese, here you are. 大学で学ぶ初めてのポルトガル語。This is the site. という感じですよね。よろしいですかはい。 que o vermo... Uma...